気がつけば結成から14年、オーディエンスを盛り上げ自らもステージを楽しむ、そのスタイルは14年前と何ら変わっていない。ひたすら走り続けるその原動力とは何なのか、彼らの内面から出る個性と進化し続ける音楽を追ってみた。7月28日、渋谷アックスにて行われた B' によるサービス5ライブ当日。はい、OK です。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。 B' は3人揃って会場入り、ゴンゴン、アラセ、タナマンは果たしてどんなパフォーマンスを見せてくれるのか。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。昨日4時間ぐらいしか寝れなかったんですよ。出発前ちょっと寝ようかなと思ったんですけど、もう今日アックスだと思ったんで、ちょっと興奮して寝られなくなっちゃいましたね。まあでも今日4時間寝てるんで、まあ、なんとかなると思います。何時間ですか？待って、数えが10、これ4時間ぐらい。11、12、1でしょ？で、5時ぐらいまで起きてて、7時間？ああ、十分とってるね。そしてちょっと早めにリハーサルを開始。リラックスして軽く流しながらのウォーミングアップ。しかし音の一つ一つのチェックに余念はないようだ。このサービスというイベントは対バン方式で行う。それは今まで何度も経験してきたことだが、オーディエンスが目の前にいることを想像すると自然と気合も入るようだ。最後に一言。まあちょっと緊張しましたけど、だんだん、まあ、楽しみになってきましたね。はい、頑張ってください。はい、頑張ってください。行ってきまーす。バッチリですね。Got it.
I was keep the party and I was kick down. You got my body, I fucking love the body. Bawon, 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 bawon. Yeah, you grab on the last one, man. I wanna change it cause now she's down. I wanna change it because she's on the system now. Yo, you motherfucker. ここでメンバー紹介でもしてみたいと思います。まず、僕と青い、洋服を同じサービスで着ている、ドラムの荒瀬くんです。当たって本気で生きてますか？生きてるよな、そりゃそうだよな、当たり前だよな、当たり前だよな。これらも本気でやります。本気でかかってきてください。よろしくお願いします。今のがドラムの荒瀬くんでございます。そして次は、赤コーナー、ベースのタラマンです。シビアツーなんだってね、シビアクスがどうしたっていうね。シビアクスをやってるぞー。クラクラきます。頑張っていきましょう。ありがとうございます。はい、ここで、メンバー紹介します。はい、ボーカルのゴンゴンです。どうも、ギターボーカルのゴンゴンと言います。よろしくお願いします。
B ダッシュは1997年に結成した3ピースロックバンド。当時はハイスタンダードをはじめとし、それまでの枠にとらわれない音楽カルチャーが日本で誕生しつつある時、そんな中デビューを飾り、勢いよく飛び出した B ダッシュは一気に第一線を走るバンドへと駆け上がった。メンバーはギターボーカルゴンゴン、ベースタナマ、ドラムアラセ。 B ダッシュ結成のきっかけは、タナマンが中学校の先輩であったゴンゴンをバンドに誘ったことから始まる。以来どんな時も3人でステージに立ち、3人以外がステージに上がることはない。まあバンドらしくやっていきたいという感じですかね。ライブの時にどんどんキーボードもバイオリンも入ってとかいうよりは、3ピースのギタードラムベースの音でやっていきたいなという、その生演奏の3人だけの音でやっていきたいなという感じですね。